はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。今回からね、また新しい企画やっていきたいと思います。結構リクエストの多かった高山俊選手でのスタープレイヤーモード1年間やっていきたいと思います。楽しみに待っててくれた方多かったんじゃないかな。結構最近でリクエストが一番多かった選手が高山選手でした。まあ前々からやろうとは思ってましたが、まあいい感じのタイミングでできるんじゃないかなと思います。ということでね、一応能力確認、まあ自分で作ったデータなのでだいぶ強くはなってるんですけど、こんな感じに、まあ結構ね、僕の動画を見てくださってる方なら知ってるとは思うんですが、あれだね、新人と引退した選手を使ってのペナントレースっていうのをやらさせてもらったんですけど、こんな感じで高山選手を作りました。こんな感じです。結構当てはまってるんじゃないかな。ちょっと能力が高すぎるのかなっていうイメージはあるんですけども、いやでもね、開幕からの活躍素晴らしいものがあるんじゃないかなと思います。まあ、思ったのがね、走力を調べてみたら、50m6.何秒、ものすごく足も速いんだよね。まあ、顔は似ておりませんが、そこはちょっと申し訳ないなと思います。ってことでね、やっていきたいと思います。でね、一応難易度なんですが、ミドルスピードは変わらずで、耐久はパーフェクトから、始めていきたいかなと思います。で、今回からね、ストライクゾーンを表示なしにしていきたいかなと思っております。よりね、リアルっぽく、野球ができるんじゃないかなと思います。まあ自分もね、結構プロスピ1年間やってきて、まあ、2016年がね、まだ出ない、発表されてないってことで、まあ、出ることを期待しながらは待ってるんですけどもね、なかなかしないということなので、まあ少し新鮮味を求めるということでも、まあストライクゾーン今までつけてきたものをなくすということで、少し難易度も上がるプラス、野球っぽくもなって、またいいんじゃないかなと思っております。ということでね、早速やっていきましょう。今日も3戦取っていきたいかな。まあいつも通りだね、何も変わらずといったところやと思います。1番レフト、リアルだね本当に。藤浪は今日は先発じゃないよね、メッセだよね。メッセですね。開幕オーダーとはまあちょっと違うか。まあね、でも阪神自体かなり調子よく、まあ初めてね、まあ甲子園、初の甲子園3連戦で負け越しはしましたが、打線に反骨心があるよね。今回の阪神結構こう変革変革と言われてて、どうなのかなって言って、まあ一周だいたい5球団、まあ6球団全部を回ったといった形にはなりましたけどもね。まあ5戦目にして初の負け越し、いい、まあまあいい感じでのね、シーズンを送れたんじゃないかなと思います。あ、守備なしにしとこあ、そっか、そこも変えないとダメだね。ユーザー設定、ダイジェスト、試合設定かな。ユーザー設定になるのかな。ユーザー設定じゃないよね。進行設定か。ランナーはプレイなし。これもプレイなし。まあ、盗塁とかもやってもいいのかなと思いますけど、実際に高山選手はあんまり盗塁とかしないからね。打撃に振っていきたいかなと思います。あとヘイグ選手も作ってます。まあ、これはね、僕の動画見てくださってる方は知ってくれてると思います。2番に福留というちょっとよくわからない打線にはなってますが、ね、江越ちゃんがすごいからね。最初は横田選手がオープン戦はすごいすごい言われてましたけどね、シーズン始まってみれば横田選手はかなりいい活躍してくれてますよね。よし、じゃあやっていこう。今年のドラゴンズをどのようにご覧になってますか。ストライクゾーンがないっていいね。なんかリアルっぽさが本当に増すね。なるほど、そのドラゴンズをどう攻略していくか注目です。入ってるんだ入ってるんだろうね。3球目打ちました。よし、とりあえず OK だね。流し打ちのボタンで打ったんですが、なんとも言えない感じで、まあヒットはヒットですから。あれだよね、高山選手初打席でヒット打っ
ったよね、実際の方もね。うん、まあリアルっぽく、まああれは多分レフト前ヒットだったと思うんですけど、顔が似てないのがちょっと嫌だな。まあどっちにしろここでなんとかね、うん、1点をもぎ取りましょう。今回のコンセプトとしては流し打ちをちょっと多めに使っていきたいかなっていうのがコンセプトです。だからこっちの方だね、うん、外側の方向を地味に狙いつつ、追い込まれたら、追い込まれても流し打ち、うん、できればね、やっぱり似合わないかな僕にはちょっとねやり方を変えつつ、皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。基本は引っ張りの方がいいのかなやっぱりいやでもせっかくコンセプトでね流し打ちをしたいってことなんで、いやでも合わない気がする。アイボール普通手を出さないもん、ね、ドラゴンズが王のこの2人の投げ合いとなっています。慣れないことをやってみるっていうのも面白いんだよ。これインハイ決まっています。ワンボール2ストライク。あまりにも打率が伸びなかったら変えたいと思います。まあでもこんな感じで、うん、いいんじゃないかな。これでマルチヒット、長山選手らしいヒットなんじゃないかな。ストレートやっぱり弾き返せる、流し打ちの方に持っていけるっていうのは一番いいよね。見た目もいいし。お、同点になったよ。どう？回ってくる？回ってこないか。先頭打者だね。ここはルイに出ましょう。ここまでの戦いぶりですが、まあおそらくねパワーは C なんでそんなにホームランは出ないと思うんですよ。となるとやっぱりそうですね、うまく挑戦はできてますね。ランナーに出ることが大事かなと思います。そうですよね、大きく足も速いしね、多分ないところでも盗塁してくれるんじゃないかな。大きく外れました。いや新鮮さあるね、このストライクゾーンがないっていうのは。なるほど、さあバッターは何を待っているか。さあ外側のストレート、おー危ない、ボールになります。3ボール2ストライクです。シュートとかは持ってないね。打ちました。よし、これある、これあるよ。よし、これで3アンダー猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。いやいいね、足が速いっていうのは魅力的だね。本当にリプレイでご覧いただきましょう。こういうリプレイもねたまには見ていきましょう。いやまあボテボテだけど、まあ、これがこう余裕でセーフだもんね。これで全員見逃し三振ってどういうこと？お、お、9回裏、田島選手か、田島選手は得意じゃないんだよね。打順は1番に帰ります。バッター高山。どうしようかな。先ほどの打席は引っ張りで流してみようか。引っ張りで流してみよう。意味が分かんない。強振で流してみようか。今日は流し打ちでしかヒットってないですけど。まあ流し打ちでもヒットが出るんだなと改めて思います。まあ難易度もパーフェクトだからね、まあ、最強ではないですけど、まあ、それなりにできてるんだな。これは外れます。フォアボールでも面白い。四球持ちだね。変化球打った。あれは引っ張ってた方が面白かったね。見極めが難しいというかボールが来た瞬間にね丸か×か、まあ、流し打ちか引っ張りかって決めれる人っているのかな。どうなんだろう。そんな人いたらすごいよね。よし、さよなら。お、江越選手決めたみたいですね。よかったよかった。タイガースがなんといいね。まあ内野手3安打もゲットしましたし、延長でのサヨナラゲームとなりました。いいスタート切れたんじゃないかな。西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですか。まあできる試合は流し打ちするし、まあ引っ張りをメインにする時もあるし、まあ臨機応変に変えていけたらいいかなと思っております。あとね抑えは藤川にしてます。まあせっかくだからね、うん、まあ誰でもいいんですけど、それはそれで、あれ抑えじゃないか、セットアッパーを藤川選手にしてるのかな。まあ、先発で使ってたっけ。一応先発で、そうか、一応先発でチーム編成では組み込んでますが、抑えて使われる可能性もないとも言えないっていった感じですかね。2戦目は山井投手、これも変わらないんじゃないかな。実際の方も2戦目は山井投手やった記憶が、まあいいや、よし頑張っていきましょう。おそらくメインは1番で使ってくれるんじゃないかなと思います。まあね本当に4月始まって、まあ、3月25から始まったね開幕してから永遠と1番出続けてますからね高山選手。まあ印象としては、まあいいところにも打ってますし、ね、
多数安打一気に、ね、4安打打った試合も2試合ぐらい見ましたし、あ、じゃあまた変えとかないと忘れてた、ありますけど、なんていうのかな、そのよくあの打ち方で打てるよなっていう部分も自分の中にはあって、スイングというか、こうプロのこう活躍してる選手って軸があんまりブレてない気がするんですよ。特に言えるのが山田選手とか畠山選手とかがものすごく軸がブレないよなっていうのが個人的な感想で、高山選手って結構軸がブレてるような感じがするんですよ。個人的に、まあ、もちろんブレてはないんでしょうけど、なんかこうバットが出てからバットをスイングするまでに若干波打ってるような、気がするんですけど、それはヒットにできる技術なのかな。よし、センターに抜ける。特に畠山選手とかはあんだけ大振りで足を上げてのバッティングしてますけど、頭が全くブレてないんだよね。頭の位置が全く変わらない、まあ、それ大切って野球でよく言われますけど、打つ時にこう頭がブレない方がボールがブレてくるように見えないから、まあ、特にシーズン60本ホームラン打った時のバレンティンとかもかなりこう、ね、動作は大きかったけど頭がブレてなかったんですよね。あまりこう打ててない時のバレンティンってめちゃくちゃ頭がブレるんだよね。なんで、まあ、そういうのが大切なのかなと思うんですけど、高山選手って頭がどうのこうのにもスイングに若干波打ってるような気がして、でもあれでもヒットにできる、まあ、見た目なんですけど、おそらくしてはないんでしょうけど、あれでもヒットにできるっていうそのレベルの高さすごいなっていつも見てます、ね、横田選手も悪くはないんですけど、ちょこんって当てる癖があるよね。高山選手はなんかしっかり振ってるようなイメージがあって、エゴ選手とかも特に、横田選手はあの大きい体してるのになんかこうね、ファーストストライクをちょこんって当てに行ったりとか、ちょっと擦ったような当たりでヒットを打つイメージがあって、あそこをねバットあんだけこう軽々しく持ってるし振れると思うんで、ね、もうちょっとこう思いっきりよくガツンとこういい構えで振ってほしいなって個人的には、ね、2番とかいう選手の像じゃないですから、まあ、関本選手みたいにね、体大きいけどあえて小技が得意っていうのもある意味いいのかもしれませんが、横田選手にはもっと大きい選手になってもらいたいのは、将来的に3番あたりをね、高山選手1番で3番横田、4番江越みたいな、そういう打順が組めるようになったらね、阪神も面白くなるんじゃないかなと個人的には思います。やらかした、流し打ちで引っ張っちゃダメだね。でもありえるよね、全然今日は阪神打線が上向きですね。本当に1番高山、3番横田、4番江越みたいな時代が来てもおかしくないよね。本当に変革の時代ね、様変わりしてきてるような気がして、阪神ファンの一人としてはすごく嬉しいなと思います。という印象はないですね。打ちました、弾き返した打球は左中間へ、もったいないな。掴んでスリーアウトです。あれなんですよね、岡田選手のストレートいいからね、若干振り遅れちゃった。今3打数、あ、変えられた、変えてほしくなかったな。まあでもチームが勝ってくれるとするならまあいいでしょう。まあ阪神、あ、これ球児抑えて使われてるんだね、一応先発で組み込んでる。まあ一応抑え適性もつけてある選手なので、まあどこで使われてもいいのかなって感じしますけど、藤川はね、まあある程度ね、広島戦、前回の広島戦はちょっと良くなかったけど、まあある程度ね試合的にはまとめてはくれるんですけど、あれだやっぱりスタミナが足らないよね、年のせいで、あと抑えもやってたっていうのもあるのかもしれませんが、若干スタミナ4回ぐらいまではしっかりフォークも落ちるんですけど、5回以降はね、なかなかこう変革球のちょキレが悪くなったりとか、ストレートとかはねやっぱりまだいいもん持ってるなぁとは思うんですけどね、なんとかそこを修正してくれればどうなんだろうね、先発ピッチャーから抑えになるっていうのはまあ可能なことやと思うんですよ、おそらく。でも
先発ピッチャーを減ってるけども抑えとして全盛期を経た後に先発に戻るっていうのはなかなかこう、あ、忘れ、また変えなあかん、忘れてる、すぐ忘れる、これね、どうなんだろうね、すごく難しいような気がしますよね、慣れてないというか、どういう感じで臨むんだろうね、その1回抑えれば勝てるっていうところを常に経験した後に、ね、あの先発という人数になったとしたら、どういう気持ちで試合に入っていくとか、絶対こういろいろ変わるよね。だからでもあれでもまあそれなりの成績を残せるっていうのはやっぱり一流の選手なんでしょうね。面白い、いいよ、これ二塁いけるんじゃない、ちょっと無理か、藤井やから無理やな、ああいうヒットを狙っていきたいよね流し打ちでなかなかできないからね、引っ張りだけやったら。まあでも調子いいんじゃないかな。お、ゴメスが打った。ゴメスもね調子良かったんですけどね、開幕したては。なんか今は腰痛だったっけ、なんかあまり調子が良くない、まあ、ただね、チャンスは続いていますんで、よし、じゃあ行こう、しっかり点に結びつけていきたいですね。こういう時はね、とことん引っ張っていきたいです。新人、まあ、向こうは閉殺を狙ってると思いますから、空振り三振、タイムリー、やっちゃったー、もったいな、打点も上げれた時なのに、それも失投やったし、お、再びチャンス。さあタイガース、まあいい率残してるんじゃない、一番としての仕事は達成してる、そろそろ打点上げたい。試合運びができますからね。なるほど、そうですね。まあここは甘い球が初球から振っていくタイプのバッターなんで。積極的な打席を期待したいですね。うん、そうだね。若干曲げられたね。ツーシームかな。うわー、二度目はないって言いかけたんだけどな。捉えたはいたんだけど、上がりすぎちゃったね。もったいない。二度目はないっていいこと言おうと思ったのに。だからいい勝負してますね。今日も。お。セーフティーバントでもしてみる。打順は1番に帰ります。一番いいんじゃない、この場合のセーフティーバントは。先ほどの打席はセンターフライ。ランナーは誰、4番上本選手か、代打が出たのか。一塁牽制、盗塁してくれるのも面白いけどね。これが1球目、空振りにはなりましたが、盗塁来た、バントで来ましたね。走ってきた、キャッチャー送球して、よし、ナイス、成功、いいね。さあ、じゃあこれこそあれだね、セーフティーバントありだ、やめよ、あんまり調子良くないみたい。あれ入ってるんだ、これがあれだね、見えないっていう辛さだね。まあいいや、1安打したし、球児すごいね、3連勝もしかして。いやー、ちょっと 2,3 戦目は微妙でしたけど、まあセーフティーバント決めたかったな、せっかくやし。まあでもあのスライダーは入ってるのか、少しずつあれだね、このストライクゾーンが表示してない時にも常にこう覚えとかないといけないですね。うん、サッカーなんかすごい顔してるね。まあいいや。お、佐藤達也、佐藤達也選手もなかなかこう上がってこないよね。てかオリックス自体がなかなか、まあ、去年から上がってこれてないよね。辛いのかなと思います、個人的にね。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。まあまあの、成績で開幕3連戦迎えれたんじゃないかなと思います。まあこれでもリーグ5位だからね、まあ、これほど打ってる選手がいると思うとすごいですよね。あ、変えとこ、フィールドプレー。うん、まあ次回からも同じようなスタンスで、まあ多分打点ホームランはそこまで稼げないと思うんで、まあどんだけねリードオフマンとしてヒット数、打率で流し打ちを稼いでいけるかっていうことを、まあコンセプトに今回はやっていきたいかなと思います。まあね、ストライクゾーンが出ないということで、なかなかちょっとね感覚つかむのも難しいのかもしれませんが、まあそれはそれでね、秋が来ないでいいのかなと思っております。次回はそうだね、ここのベイスターズでもやろうか。うん、ここのベイスターズ戦やっていきたいと思います。ということでね、今回から新しい企画やっていくんで、もしよければ、このまま
は見ていただけると嬉しいかなと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。次回見ていただけたらと思います。それではソウスケでした。さようなら。